皆さん手元にありますか？お酒なんか用意しちゃって。飲むの初めてなんだけど、配信で。あ、配信で。僕も初めて。じゃあ、なんな多分俺も初めてだけど。マジ初めてかな。じゃあ乾杯の温度じゃあ誰にする？やっぱ稲見君。いや稲見君でしょ。俺でいいの。じゃあ一応今日半年記念ってことなんだよね。一応まあスケジュールそう兼ね合いで今日になったけど、うん、まあ一応半年記念という。そうだよね。だから、ね、祝っていいんだよね。祝っていい。というわけで、リピカもう半年経ったらしいんで、デビューしてから。早っ。早いね。早いよな。一瞬。これからも頑張りましょうね。乾杯。はい、ブルートゥース。思ったよりいい音鳴らなかった。はい。グラス持ってかれたんだけど。匂いすごい。ビジネス KP。いただきます。いただきます。ま。まあ皆さん無理はせずに。あ、いやでもうまいわ。どう？美味しいでしょ？思ったよりうまかった。そう、スミの振ってお酒をね。思ったより。全員分買ってきたんだけど。言っていいんだ。拍手じゃないと拍手。言っていいんだそれ。拍手これ。拍手これ。来てないやまだ。はいどうぞソース。あーだすあーだす。まずは普通のソースとマヨネーズで食おうって話ね。そう。うん、ノーマルはいらないんだ。あ待って。トッピング紹介してないやん。いいんじゃないそのかけるときで。あそうか。かけるときでいいか。僕一品も全部普通に食いたいんだけど俺。ダメ。ね。ダメなんだ。ダメだ。俺全然お腹いっぱいなんだよな。なんで？舐めたお前。ちなみに俺も。なんで？舐めた。なんで？やる気なくないチーム。何食った？俺ね。寿司の食べ放題食べた。俺もね刺身食ってきた。まあでも実際これタコ食うわけやしな。まあ確かにまた改善だ。延長延長。いただきまーす。いただきます。いただきます。食べよう。これ食レポ大事やで。いただきまーす。うん。ちょっと黙っとくわじゃあ。美味しい。あうまー。じゃあちょっと質問誰か引きたい人おらん。まあ僕引くわじゃあ。はい。まあまず。もう入る。ちょっと1個ね、ほんまに変なんが入っとるから1個食ったら1個引くんで、うん、そうそうそう、1個食べたら誰かが1個引いて、ね、それ全員で答えていくっていう、はいはい、マジで吐きそう。あ、来た。なんかボックス出てきた。お、これ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 、来た来た来た、いけいけいけ、ハテナボックスだ。ドラムロール、キノコとか出てくるんじゃない今日。はい、ダンダン。はい、18番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 、ね、ドラフト。そうそう、18番です。番号がね、番号があるらしいので、ディティカの中で一番ブリッジがうまそうだなと思う人は誰ですか？または自分が一番うまいと自信がある人はいますか？ディティカのブリッジ事情が気になって夜と朝と昼しか眠れません。ぜひ教えてくださると幸いです。のび太じゃん。なんでこれ選んだの？送ってきたの？お前ら、お前ら。のび太やん。のび太が送ってきてるよ。え、みんなブリッジまず分かる？分かるよ。あ、分かるね。分かる。え、これお供も適用？あ、お供もすんの？お供適用。できんの？確かに猫だから。あ、そう、引き伸ばせばぐるぐるになりそう。今からブリッジやる。え、でもさ、一旦さ、うん、一斉のせいでさ、誰がうまそうか言ってみない？確かに誰だろうか、うん、え、音も適用か選んで、じゃあ逆になしなし、音もなし、あなしか、ごめんごめんごめん、一斉のせいでさ、誰が一番うまそうか叫ぼ。じゃあいける？いいよ、はい、せーの、ほしるべ。え、今誰って言った？ほしるべ、ホシルベ、ホシルベ、俺。まあですよね。そうよな。いや俺うまいよブリッジ。うまそうよ。タコだしね。え、じゃあさ、柔軟性あるから。カメラに映ったままうまいことブリッジしてみてよ。絶対に無理。え、ちょっと俺脇の方でさ、ちょっとしてきていいじゃん。うん、いいよ。いいですか？はいよ。はいよ。はい。もっともっともっと。行け。もっともっと。それで歩いてみて。え？歩け歩け歩け。歩け。伝わんない伝わんない。伝わんないから。もう死にかけの魚やん。お前ら勝手に想像してくれ。コシルベがブリッジして歩いてる姿。いやでも上手かった上手かった、うん、できてたわちゃんと。腰つってるんだけど。ずっと座ってるから。軟体動物腰つってる。終わった。やばい、マジの方だ。マジの方だ。帰ってきた。あ、でも案外できるんだちゃんと。じゃあとりあえず最初は、最初はいちごジャム。ねえ、おかしいよね。最初からさ。定番ですね。いちごジャム定番でしょ。ということで、じゃあみんな塗って。はい。僕も塗るわ。おいしいんかな。そのさ、木の棒貸して。まあいいよ、ジャム塗る用の。盛り方がアメーバなんだよね、完全に。やばい、これ他のたこ焼きにかかりたくない。はい。え、そんなんでいいの？いやもうあんまり、こんなにあんだよ。え、ちなみに花月は、うん、これおいしそうだったなと思って。そうやって。どうやって普通に美味しそうだなと思って持ってきた。いちごジャムを食べたくて買ってきた。やばいんだけどローサー、いちごジャム入ってるさコップにさ思いっきりさ溶けるんだけど。
いちごジャムブロなの。こいつそっちのテーブルのだっつってんじゃん。いちごジャムブロなの。いいよ、ね、そっからね。はい、え、やだこれ。うん、うん、じゃあ一人占め。いいよ、全部つけてくれ。ああ、いらないかも。じゃあいただきます。はい、いただきます。いただきます。え、なんかさ、うん、トーストやん。一旦さ、うん、ありかなしかをさ、一斉のせいで言ってみない？うん、うん、いい、うん、いくよ。いいよ。せーの、あり。普通。え、ありじゃない？これね、タコ抜いたらあり。あ、めっちゃリアクション困る。え、もうちょいかけたらうまい。なんか、うん、うまいけど、うん、絶妙にうまくて困った今。絶妙にうまいぐらい。うめえけど、強いて言うならタコいらねえ。そう。いらんのかよ。焼きでいいね。いや、もうちょいよくイチゴジャムつけたら美味しかったかも。じゃあ次、小柳くんのトッピング何ですか？はい、え、どうしよう、どれから行こう？え、何でもいいよ、もう何でもいい。もう一番自分のトッピングなんだ。じゃちょっと、え、なんかガチガチできたんだよ。すげえ。自作？え、そう、自作？自作じゃないんだけど。なんかよ。家で切ってきたってこと？そうそうそう。俺らさ、タコパやったじゃん、はるか昔に。その時に、なんか出てこなかった？一つ。いや、異質なもん。いや、俺は知らないか。僕も知らないっす。あ、こいつは味覚終わってるわ。異質ウインナーかな。キュウリをね、持ってきた今日は。ウィンナーにしてもさ、もうちょっと、これ、そ、 え、それ何、あんま切ってないじゃないですか。しかもね、ウィンナーじゃないから。しかも2分の1だから今日。え、ちょっと待って、それ1本？ 1本っていう。でかい。4つ持ってきた。たこ焼き、たこ焼きはない、ありがとう。え、メインがキュウリ。助かる。4つ持ってきたから。助からないです。野菜食えってか。2分の1キュウリどうぞ。俺、なるべくちっちゃいやつにしよう。え、みんなキュウリ食べれる？俺は好きだよ。一番ちっちゃいやつ取っちゃった。俺めっちゃ好き。普通に食いてー。これ浅漬け？塩漬け。キュウリの一本漬け普通に食いてー。たこ焼き一個に対しての量じゃなさすぎるな。そうね、だからほんまにたこ焼きが2分の1だからね。でもキュウリってほぼ水らしいからな。たこ焼きの3倍のでかさあるんだけど。タコに水与えたって考えればいいじゃん。そうですね。キュウリの生き生き生き。じゃあキュウリいただきます。これどうトッピングするの？これトッピング一緒に食えってことでしょ？一緒に食え、一緒にね。かじってから口の中で融合させればいい。はい、分かる。口汚ね。じゃあいただきます。いただきます。音ね、音。 ASMR。 あ、キュウリうまっ。マジでうまい。でも久々にこういうの食べたわ。これジモティの味ね。地元有名なの？キュウリ。いや適当言うね。いや、キュウリはどの家庭でもあるよ。うん、別にうまい。うん、まあ普通にうまい。なんか食感が良くなった。うん、キュウリがなければうまい。なんかシソをポッピングシャワーのなんか弾けるみたいな感じ。シソホッピングシャワーって何？シソホッピングシャワー。じゃあシソをね。あ、シソをね。考え、分かんないから。特殊な日本語使ってない？漢字苦手か言った。え、これ今日のためにわざわざ塩漬けを用意してきた。買ってきた。買ってきたん？うん、こんなでかいの売ってんだ。すごい。売ってた。ええ。でもそれは開けて自分家で切って持ってきたんでしょ？いや、そうだよ。うわ、すごいわ。あ、たこ焼きうめえ。えらい。うん、たこ焼きはうまい、これ。キュウリなくなったらうまい。キュウリがメインなのよ。キュウリ苦手な人で。キュウリ単体クソうまいんだけど。誰か俺のキュウリいる？あれ、もしかしてあなたキュウリそんな好きじゃない？ん？俺ね、ウリ科全部嫌い。よかった。お前まさか知ってて持ってきやがったな。うめえ。次トマトじゃないだろうな。誰がトマト持ってきてない。3番ディティカの皆さんの好きなタイプが聞きたいです。お前か選んだ。俺だよ。お前こんな質問入れたよ。男子高校生の修学旅行がこんなんばっかだったんだって。これと腕相撲が一番多かった。腕相撲今回ないけど。腕相撲却下された、うん。マジでなんか4つに1つぐらい腕相撲をしてくださいだったんだけど、なんかどっかで流行ってんの腕相撲。流行ってんじゃない。腕相撲界隈めっちゃ気になるんだけど。どんな腕相撲界隈。そんな界隈があったの？腕相撲界隈が見に来てる今日かもしれない。え、これ誰から行く？え、僕から。これもしかしてやっぱ盛り上げ役から。マジかよ。まあでもやっぱエーペックスプレデター、バルラントレディアンド。まあそこは最低限言ってもらうの困るよ。敷居高い。高い。理想高い。キャリープリーズ。え、いいの本当に。うん、いい。
もう他もない。結婚相手見つかんなくなっちゃうよ、そんなこと言ってたら。いやいや、まあ、そこぐらい、あの、いるかもしんないね。もっとね、うん、高み目指していける人でしょ。だって500人いるからね、マックス。いやいや、まあ、そこに入る、いや、だ両方入るのが大事だから。エイペックスもプレイ、あの、プレイヤーも。2人で、ね、バロラルにールインして。100人ぐらい寄ってくるかもしれない、ね、これで。ないでしょ。なかなかないから、ゲームシリーズ。だからそれでさ、あの、うん、デスマッチとかやってさ、戦わせてほしいよね。来た人全員を。一番決めてさ、60人集めて、ね。そうそうそう。レディアント孤独したい。1ヶ月の将来の相手を見つける。1ヶ月の彼女探して1ヶ月になってまして1ヶ月の彼女か適当に言っただけやけど。まあでもやっぱキャリーしてもらわない、 FPS 好きやし、うん、そこ大事でしょ。星レベは、え、キャリーしたくないの自分で。いや、キャリーしたくないよ。されたい、されたい、肝タイプ、されたい、養われたいタイプ、うん、僕は、うん、あんまりね、前行くタイプじゃないんで。後ろマイク、マイク、マイクタイプ、マイク食うタイプじゃない。マイクタイプ、泣いちゃった、盛り上げ役、食べるもんじゃないよ。盛り上げ役泣いちゃった。うまくまとまったわ。はい、じゃあ次、星るべ、何。俺はね、もうそりゃ優しい人。あー、なるほどね、うん、答えきた。もう、でも優しい、うん、いや、それはさ、みんな思うたい、うん、思うでしょ、優しい人。いや、世の中の人みんなが優しいとは限らないだろ。まあそうや、だから優しい人、優しくない人でまずふるいにかけるんだよ。優しいの基準何。ご飯作ってくれる。じゃあ、ね、結構低いな、レベルじゃ。いや、でも最近ね、ちょっと思ったんだけど、うん、ご飯美味しそうに食べる人好きかも俺。ありきたりのやつ、うん、なんか典型的な。ありきたりって言った。教科書に書いてあるようなタイプじゃん。テンプレ、テンプレ、おつこせ俺。気にしなくていいよ、100万人いそう、うん、ちょっと慣れた。100万人いるかも。じゃあ、まあ、食レポ上手い人ってこと、簡単に言ったら。話聞いてたよ。聞いてねえ。ご飯の食い方うまい人。いや、俺食レポする人は嫌かもな。嫌な、嫌な。ご飯の食い方うまい人。いや、いちいち食レポする人ちょっと大変だね。このステーキちょっと焼きが甘くてとかいう、ちょっと嫌かも。外側もうちょっとカリッとしてる方が。片面30秒しか焼いてませんみたいな。隠し味がちょっと甘い。ちょっと嫌だよね。やだ。ただ口出してくるタイプの人なんだけじゃん、うん、ソムリエはダメってことでしょ。まあ優しい、ね、いやいやいや、ソムリエもね、はい、あの優しかったら OK。 あ、もう優しければ何でもいいんだ、うん、OK です。ライバー、音楽が好きな人かな。おー。音楽かな。なんか一緒にライブとか行きたくない。うわー、うわ、いいね。一緒にフェスとか行きたい。好きなアーティストでね、一緒に歌いたい。あ、一緒に歌いたいしね。あ、どっちかギター握ってみたいな、ね、あ、そうそうそう、扉開けてーって、めっちゃいいじゃん。ライが弾いてね、そう、で、その相手が歌うみたいな、そう。浸りながらの、そうやめます。俺はタイプじゃないみたいな、別に、うん、脈なしだわ、じゃあな。俺音楽好きだよ、でも。そっか、今練習してるよ、俺ギター。あー、そっかそっか。音楽好きでも、え、歌う上手いか下手とかあんま関係ない。いや、もう全く関係ない。え、もう好きだったら何で。歌が好きだったら誰でも、うん、何でも。じゃあみんな歌うの好きになろう。好きです。歌のね、うまさ下手さ関係ないから。よし、じゃあ自信持てるわみんな。はい、うん、じゃあ次小柳は。俺言っちゃっていいの。はい、あんの。ないわ。あるんだよな、これが。もう本当に言ってなかったんだけど、はい、みんなには。はい、ゴーストタイプやね。じゃあ次行こう。なんか危ない、はい、なんか危ない匂いしてきた。あのゲンガーみたいな女性待ってます。怖くやってる。どれちょっと、え、ちょっと待って、触れにくなんか。ゲンガーみたいな、危ない、今話広げづら。あの具体的なことを言いそうになった今。具体的なことな、ゴーストタイプで、ゴーストタイプ。いや、でもすごい、あのね、想像つくわ、うん、ゲンガーみたいな、まあ、ゲンガー、え、ゲンガー待ってます。よ、世の、あの首からゲンガー下げてそうってこと。うん、ゲンガー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 待ってます。ゲンガーがいいの。ゲンガー系女子。うん、ゲンガー。ゲンガーがいいんだ、もう、うん。ゲンガー待ってます。ゲンガーが好きなんだ。ゲンガー来たら。釣り目、いるかな今コメント欄にゲンガー。釣り目でめっちゃ煮こうね。ああ。笑顔が素敵ね。そう、サメ、サメみたいな歯。黙ってポケ。サメみたいな歯。黙ってポケ。ゲンガー尖ってないと歯。え？ゲンガーって平らじゃなかった歯。そうなの。え？ゴーストタイプだったら何でもいいの。もうゲンガーだけ。ゲンガー。え、ゲンガーが一番好き？うん、ブルンゲルは、ブルンゲルなしやね。え、マッキョは、マッキョは、マッキョ、マッキョ、マッキョありやね。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 この感じでありや。小柳くんめっちゃマッキョ好きだよね。なんかそうなの、断ることに言ってない。マッキョ、マッキョね。なんで、あのどうしようもできない感じいいよね。どう転がっても全部なんかダメになりそうな感じ。転がれないしね、平べったいから。あ、そうそうそう。何もかもできない感じいいよ。好きなタイプって言い過ぎだろ、マッキョ。すいません、マッキョの皆さん。そういうボケってこと。
あ、そういうことボケ、うん、好きなタイプでポケモンの答え、ポケモンのタイプで答えるってそういうボケ。ああ。シャイなんだから。ちょっと合わせてあげられなかった。ちょっとそれ広げちゃった。二次三次法務部にいじめられてますって。よし、これ伝えといてコメントに。俺伝達係だから。あ、連絡係。あ、そう連絡係。お問い合わせに。そうそうそう、連絡しなきゃ。11番、いつか4人でプライベートで旅行に行けますか？とのことです。はい、行けますかっていうこの絶妙な質問です。行けますかって、まずイエスかノーで、これさ、行くならどこですかとかじゃなくて、行けますか、行けないこともちゃんと考慮してくれる。いや、なんかそういう質問もあったんだけど、うん、まずここ乗り越えなきゃ無理かなと思って。実際俺たちどう行ける？いや、俺は旅行大好きだから行けるけど。え、でもディチカ4人でね、まあ、1人問題だから、ね、今ね、俺喋るたんびにわさびの風味がする。鼻に。まず旅行に行くってなって、うん、集合場所に揃うかやね、まず。確かに寝坊しそう。そう。ちなみにさ、旅行行こうぜって言ったらローは来るの？俺はもちろん。いや、もちろん。本当に？ほんまに一番最初に着くよ。そしたら。ほんまに？一番信じらんないからね。俺旅行とか結構楽しめるタイプで。あ、そうなんだ。そうだよ。いいよ。バナナボート真っ先に乗り行くからね。めちゃくちゃ楽しんでる。めちゃめちゃ楽しめるよ俺。え、でもローが来るなら、まあ、一番の壁はそこだよ、ね。一番の壁そこやからね。いけるってことは、いけるってことは、でも俺基準なんだ。え、そうでしょ。そうだよ。俺がいけるかいけないかなんだ、これ。そうだよ。ディスカ4人でプライベートで旅行に行きますか？かっこローは外に出れられますから。ちゃんとね。え、まず外に出すこと大事だから。そうそうそう。あ、俺向けなんだ、これ。そう、そこのニュアンスを捉えるためにこの質問にしてくれてるんだから、多分。まあ、その上でどこ行きたいかじゃない。そう。あ、そこまでちゃんと広げてあげるんだ。行けますって終わりじゃないんだ。そう。やっぱ広げる。それでもいいけどね。ちゃんとね。どこ行きたいとかある？え、でもやっぱこの前バナナボートを話したくない。無人島、無人島行こうよ。無人島、無人島行こうよ。無人島は旅行なの？旅行ちゃうでしょ。旅行じゃない、サバイバルじゃん。サバイバル。サバイバルっていう名のあれ旅行でしょ。でお前旅行なんだと思ってる。素潜り、過酷な環境で育ったから。素潜りいいな。え、海行きたくない？海、海行きたい、ね、行きたいね。じゃあ、え、じゃあ、え、心当たりある？どこ？無人島でしょ。無人島、うん、溺れてやばい。なんでそんな無人島押してくるの？ちょ、良い子の浜口見てそうだったから。撮ったのやりたいんだ。撮ったのやりたい。黄金伝説見てそうだったから。撮ったのやりたい。じゃあ、あれ見てよ、あれ、あの、ナスディのやつ。何それ？あ、めちゃくちゃサバイバルのやつ。でかいやつね。そうそうそう。無人、その、YouTube のやつでしょ。そう、無人島でなんか、うん、家とか作って、魚さばいてみたいな。すごい。じゃあ、僕らもそれやりたいよ。本当に？嘘嘘嘘。じゃあ、適当言ってんな。適当、適当、適当。行きたいって言ったんで。まあ、じゃあ、あの、もし、なんか、まあ、プライベートか。うん、プライベートならちょっと嫌やな。確かにね、プライベートは発信できねえんだ。そうそう、なんか発信できるならそういうのありかも。海とかさ、あ、うまいもん食い行く旅行行きたくない？ああ、それもあるね。あ、いや、マジでね、海鮮とか。海鮮食べたいな俺。生のカニ食べてみたいから福井行きたいんだよね。え、どういうこと？海に潜って取ってってこと？違う違う違う。そのままバリバリバリ。別に取ってもいいけど。バリ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 。え、それ大丈夫？密漁とかなんない？ダメだろ、絶対。なんかやりくない気はするけど。あ、そうなんや。カニ生で食べたことないでしょ。ない。カニ。俺ボイルしか食べたことないから。ボイル？カニの刺身とかさ、ああ、絶対美味しいよね。うまいね、絶対に。ないしな、食ったこと。うん。半年経って俺たちはカニの話してる。デビュー当初からずっとカニの話ばっかりしてる。本当にカニの話ばっかりしてる。まあ、そろそろカニも終わらせましょう。うん。はい。そろそろチームメンバーにカニ募集してもいいかもね。ああ、もう全然あり。5人目。5人目。カニっ子はいるけどね。ああ。カニのヒーロー欲しいけどね。カニのヒーロー待ってます。じゃ新書カニで4人。いや、お前やるよ。お前が。あ、俺だけ、うん、あのカニの被り物にするわ。じゃあエビカニクスじゃん。じゃあ俺ら、じゃあ体もやるわ。じゃあ本日は、はい、これでリリカ半年記念オクタコパ配信は以上となります。イエーイイエーイ。わー、しばらんな。皆さん最後まで来た、盛り上げる、来た、ここで。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ちょっともう一回やっていい？いいよ。もう自分の、まあと絶対やろ。ディティカ半年記念、はい、オクタコパ、うん、ここで終わります。おい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんでその居酒屋みたいな。ありがとうございました。ありがとうございました。ディティカ半年記念タコパ、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。強調せなかった。